どのストーリーがいい？じゃあ始めるわ。準備 OK？ 頑張っていこうね。殺人事件。ランまだなのか。もうだらしないわね。普段お酒ばっか飲んでるからそうなるのよ。元気を出して。コナン君もほら男の子でしょ。空手部主将と小学生の体力を一緒にすんなよな。ねえ見て、すっごく綺麗な校舎よね。はあ、確かに俺らの高校に比べると随分垢抜けてるよな。あ、俺は今小学生か。はあ、さすがは県下一のお嬢様学校。わざわざ連休を利用してこうして出張ってきただけの価値はあるかもしれん。デーラン、お前に連絡をよこした娘というのはここの生徒なんだな。そうよ、私は面識ないんだけど、その子の中学時代のクラスメートなんだって。私も事情はよく聞いてないんだけど、ずいぶん困ったことに巻き込まれてて助けを必要としてるとか。するぞするぞ、事件の匂いがプンプンとな。花咲く乙女の園を騒がす不定の輩、狙うは少女の純潔か、それとも甘やかな唇か。しかし、この小五郎が来たからには、どんな奸賊に髪の毛一本たりとも自由にはさせん。なんつって、だから私は嫌だったのよ、お父さん連れてくるの。気持ちはわかるぜ、ラン。その子はこの連休中は女子寮の方にいるって話だから、そっちへ行きましょう。女子寮女子寮。おっちゃん、最近ストレス溜まってんじゃねえか。リサと言います。
待ちしてたんですよ。どんな人かなって楽しみで。うん、想像通りだわ。え、それってどんな？とっても可愛らしい人って。噂は金がね伺ってるんですよ。やだな、その子ったらどんな噂流してるんですか？秘密。ちょっともう、やだアリサさんだ。それと、うちで預かってる男の子、江戸川コナン君です。はじめまして、リサお姉ちゃん。はじめまして、お嬢さん。何かご心労を抱えておられるとか。あ、ええ、まあ。しかし、もう大丈夫。この毛利が来たからには、お嬢さんの抱えた悩みなど即座に解決してみせましょう。はあ、坊ちゃんテンション高いな。こんなところで立ち話もなんですから、どうぞ中の方へ。いや、すいませんな。それでは失礼して。
こんな手紙を受け取ったのが事の起こりで。私の父の命日にあなたの命をいただきます。過去から来た復讐記より。これって犯行の予告状。私もうびっくりして怖くて。で、中学時代一緒だった園子ちゃんに電話で相談したんです。そしたら、蘭さんという方が頼りになるからって紹介されて。どう、コナン君、この手紙どう思う？ワープロで打たれた文書だ。紙が普通と違ってツルツルしてる。典型的な熱転写型プリンターの特徴だ。しかし今時熱転写型か。今日のワープロには熱転写型プリンターなんて搭載していない。かなり古い型でもなけりゃな。これワープロの文書だよね。ええ、学校内でもよく見かけるわね、こんなプリント。え、この学校ってワープロよく使ってるの？5年前くらいかな、学校で大量に一括購入したんですって。校内のあちこちで見かけるわ。もしかしてこの文書って学校内のワープロで打たれたんじゃない？え？でもワープロなんてどれでも同じじゃない？ううん、プリンターの形式や文字の形なんかでそれぞれ特徴があるんだよ。ね、蘭姉ちゃん。え？そうなの？そのほら、この手紙、ツルツルした紙にプリントされてるじゃない？ああ、そういえば、これって熱転写型っていうやつよ、確か。熱転写って？私もよく知らないけど、古いワープロってよくこんな感じの紙を使ってるわよね。校内のワープロは全部5年くらい前の方でしょ。この手紙を打ったのはそのくらいのワープロのはずよ。それじゃあ学校の中の誰かが。蘭姉ちゃん、一つ思いついたんだけど。何？熱転写型ってワープロに打った文字が残るよね、インクリボンのとこに。ああ、そうか。校内のワープロを調べれば、どのワープロでこれが打たれたかわかるわけね。さすがコナン君、あったまいい。曲がりなりにも探偵の娘だろ、ラン。これっていつ頃届いたの？2週間くらい前かしら、他の郵便物に混じって。封筒は捨てちゃった。でも差出人の名前はなかったわ。あと消印はこの町の郵便局になってたわね。すぐ近くで投函されたってことね。リサお姉ちゃん、この手紙に書いてある内容だけど、何か心当たりある？
実はあるのね。私の父は金融会社の取締役なんですけど、割と手厳しい経営で知られた人なんです。それで顧客の方とも何度かトラブルを起こしていて、その中に自殺に追い込まれた方が一人いるって。じゃあその自殺した人の子が父親の恨みを晴らそうとしてリサお姉ちゃんを？そんなの筋違いもいいとこだわ。リサさんには何の罪もないじゃない。実はその自殺した人の子供っていうのが女の子なんですけど、その子私の親友だったんです。え？もうずっと子供の頃の話ですけど、家が近所でいつも二人で遊んでいました。とっても仲良しだったんです。けどある日その子の家が急に引っ越しちゃって、それきり。最近ようやく本当のことを聞いたんです。お父さんの会社とトラブルに陥って夜逃げ同然に越していったって。しかも越した先でも仕事がうまくいかず、ついにある日車で海に飛び込んで。なるほど。それで日頃顔を合わせていたリサさんに恨みを抱いたってこともあるわけだ。じゃあこの手紙にある父の命日ってその人が自殺した日のことなのかな。そういうことかしらね。それって具体的にはいつなの？それが実は明日なんです。明日？大変。そのランさんをご紹介いただいたのは、一つにはその子ちゃんの方に考えがあってのことで、彼女ったらいざとなったら明日一日ボディーガードを務めてもらえって。ごめんなさい、失礼なことを。その子ったら。でも私だったら全然 OK よ。ボディーガードぐらいお安いご用だわ。確かにランなら適任だ。これを打ったワープロは多分校内のものだろうな。ところでリサお姉ちゃんはどうして寮に残ってるの？私は特に用事があって残ってるわけじゃないの。学校にいれば友達と会っていられる。それになんとなくお父さんと顔合わせづらくってね。例の件を知っちゃってからは特に。その昔親しかったっていう女の子の名前は？それが何分幼い頃のことで名字とか思い出せないんです。ただユニちゃんって呼んでたことははっきり覚えてます。ユミちゃん。ユミ、ユミ子とかユミエとか、ありふれた名前だからなんともね。そうなんですよね。
現にこの部屋のルームメイトもそのまんまユミですから。お客様、もういらっしゃってたの？ユミ、ごめんなさい。ちょっと早めにおいでになったのよ。紹介します。こちらルームメイトの相川ユミです。はじめまして、毛利蘭です。江戸川コナンです。はじめまして、相川由美です。ごめん、リサちゃん。今夜の荷物を取りに来ただけだから。お二人ともごゆっくり。もう、あんなに慌てなくてもいいのに。人見知りなんだから。可愛らしい人ね。本当に内気で引っ込み思案がたまに傷だけど、この学校で私の一番の親友なんです。考えてみたら、幼い頃と現在と私の一番の親友ってみんなユミですね。ユミお姉ちゃんの言ってた今夜のことって？ランさんにはこの部屋に泊まってもらうの。それでユミは今夜だけ他の部屋で寝ることにしたのよ。それでごめんなさい、コナン君の分までベッドがないから別の部屋をすぐに用意するわね。状況から見て、そのユミちゃんがこの手紙の主だと考えられるわけだよね。でも、あんなに親しかった彼女がこんなものをよこすなんて、私には信じられないの。年月が経ってるからね。お父さんの死で人が変わってしまったのかもしれないし。その子の写真とかない？そういえば、アルバムにあったかも。すっかり忘れてたわ。これこれ、確かこのページ